本日はお忙しい中ご参集いただきまして誠にありがとうございます。そしてインターネット中継をご覧の皆様、大変長らくお待たせいたしました。ただいまよりレッスルキングダム16 in 東京ドームの記者会見を始めさせていただきます。本日の司会を担当いたします、テレビ朝日アナウンサーの山崎幸喜と、テレビ朝日アナウンサーの三谷紬です。本日はよろしくお願いいたします。さあ本日はですね、いよいよ1週間後に迫りました東京ドーム大会の調印式並びに記者会見を行います。選手たちが意気込み思いを公式に語る最後の機会となります。プレスの皆様はぜひ幅広く掲載をよろしくお願いいたします。なお本日は質疑応答並びに個別の囲み取材はございませんので、あらかじめご了承ください。ここで今回の大会の概要をご説明してまいります。まず大会タイトルはレッスルキングダム16 in 東京ドーム。日時は2022年1月4日火曜日と1月5日水曜日、試合開始は両日ともに午後5時からです。会場は東京ドーム、主催は新日本プロレスリング株式会社です。チケットは現在プレイガイドにて発売中です。そしてテレビ放送並びに配信情報をお伝えしてまいります。テレビ朝日地上波では1月4日5日大会ともに深夜1時56分より放送いたします。また CS テレ朝チャンネルと新日本プロレスワールドでは両日ともにライブ配信でお届けします。さらに BS 朝日では1月7日夜8時から新日本プロレス50周年ワールドプロレスリングリターンズ3時間スペシャルとして放送いたします。皆様のお取り扱いのほどよろしくお願いいたします。さあでは早速ですが選手に登場していただきます。1月4日第1試合スペシャルシングルマッチの記者会見を行います。まずは翔選手の登場です。続きまして楊選手の登場です。それではまず翔選手よりコメントを頂戴いたします。翔選手よろしくお願いいたします。はい、ちょ言われたんですけど、喧嘩しようぜとか、怠慢しようぜとか、多分それを聞いて僕は思ったんですけど、やっぱり彼はやっぱ不良だなと思いますね。不良グループの一味で、もうなんかチーマーさんの一人なんだなと思います。なので当日も多分おそらくかなり卑怯な手を使ってくると思います。バックに先輩を連れてきたりとか、なのでレフリーの人もしっかり彼を中心にチェックしておいてもらえたらと思います。僕は正々堂々と戦うつもりなんで、僕はそういう不良グループを抜けて構成した人間なので、そういう卑怯な手を使ってくるやつは僕は正々堂々戦って勝ちたいと思います。もちろんどんな手を使ってこようが俺は勝つのはこっちなんで、試合はまあ余裕でこっちが勝つとは思うんですけど、レフリーの手もしっかり、あんな卑怯な連中をね
そう、ちゃんと試合になるように見てもらえたらと思います。はい、でなので僕は誓わせてもらいますね。はいはい、先生、私翔はケイオスのような卑怯な戦い方はせず、正々堂々と戦うことを誓います。令和3年12月27日選手代表ハウスオブトーチャー翔。翔選手ありがとうございました。続きまして楊選手お願いします。ケイオスダイレクトドライブの楊です。一人で、一人で歩く花道に何を感じるんだろう。ありがとうなんてさ、今は言えないよね。怠慢してきます。楊選手ありがとうございました。それでは写真撮影に移りたいと思います。お二人は前にお進みください。ありがとうございました。ありがとうございました。以上でスペシャルシングルマッチの会見を終了とさせていただきます。今ですね、壇上の椅子の調整を行っておりますので、今しばらくお待ちください。続きまして1月4日スペシャルシングルマッチ、柴田勝頼 VS X の調整中となっておりました。ルールが決定しましたので発表いたします。この試合はキャッチレスリングルールにて行われます。関節技や締め技、ストレッチ技などのサブミッションホールド並びに投げ技の使用は認められます。また相手の両肩をマットにつけた状態での3カウントによるピンフォール、リングアウト、反則などのプロレスルールも適用されます。なお、パンチやチョップ、キック、頭突きなど、主に自分の体の一部を使った打撃技は禁止となります。以上が決定したルールです。それではここで、先日の両国国技館大会のリング上で復帰宣言をされ、1月4日スペシャルシングルマッチに臨みます、柴田勝頼選手にご登場いただきます。では柴田選手より現在の心境や抱負を頂戴したいと思います。柴田選手よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
心境ですか、抱負、今の心境ですか、はい、バカ野郎以上です。ありがとうございます。いいですかね、キャッチレスリングルールについて、説明をさせていただきます。ですね、この前回、自分とザックがやったあのグラップリングルールとの違いというか名称変更の経緯の説明をしたいと思うんですけど、グラップリングルールっていうのはあのもうすでに打撃なし の, あの寝技中心 の, あの格闘技としてルールが存在しているので、このキャッチレスリングルールっていう部分では名前で、プロレスが持つ独自のねルールとして差別化をしていきたいなと思って、考えました。それがあの今回のキャッチレスリングルールという名称に変更した理由です。具体的にもっと分かりやすく説明しますと、ロープを走ったり、もっとプロレスのリングで可能な動きや技を立体的にね表現できる戦い方ができるかなと思います。はい、単純にプロレスラーとしての技量とテクニックのみが必要になってくると思うので、勝負論にね特化した試合が単純にできるんじゃないかなと思います。遡るとルーツをたどるとあのイングランド発祥のランカシャーレスリングというものがありまして、そこにやっぱりルーツをたどっていくとそこもやっぱり通ってはプロレスのルーツとしては避けては通れないというか原点でもあるので、そこに新日本プロレスならではのレスリングベースのスタイルを融合した戦いになっていくと思います。はい、柴田選手ありがとうございました。いいですか、以上で。あとですね、もしかしたらやっていく中でまだ始まったばかりなので、このキャッチレスリングというルールの試合戦い方というのが試行錯誤してまた時間だったり試合時間だったりルールなどはよりよく変更していくようにしていきたいと思います。以上です。ありがとうございました。ここからはですね、1月4日のタイトルマッチの勝因式を行ってまいります。さあでは1月4日第5試合ですね、ネバー無差別級選手権試合の調印式を行います。まずはチャレンジャーイービル選手の登場です。
続きまして第34代チャンピオン石井智弘選手の登場です。それではまずチャレンジャーイービル選手よりコメントを頂戴いたします。イービル選手よろしくお願いいたします。まあ後楽園で言った通りだよ。石井みてえなよ、反則上等でやってきた雑草野郎なんかによ、この俺が負けるわけねえだろ。東京ドームでネバー2冠を、俺からすりゃよ、いいプレゼントだよ。それからよ、後楽園でよ、ずいぶん饒舌に語ってたな。まあ吠えるだけならよ、飼い犬でも吠えられるからな。まあ石井の言ったことすべてこの俺が負け犬の遠吠えにしてやるよ。悔しかったら実力で証明してみろよ。それだけだよ。イービル選手ありがとうございました。続きましてチャンピオン石井選手コメントをお願いいたします。何人連れてこようが、何を使おうが、何をされようが完封してやるよ。石井選手ありがとうございました。それでは調印書に署名をいただきます。それでは選手のお二人は写真撮影に移ります。前にお進みください。
ありがとうございました。ありがとうございました。以上でネバー無差別級選手権試合の調印式を終了いたします。続きましては1月4日第6試合です。 IWGP タッグ選手権試合の調印式を行います。まずはチャレンジャーチーム、ワールドタッグリーグ2021優勝、後藤博樹吉橋組の登場です。続きまして第91代チャンピオンチーム、太一ザックセイバージュニア組の登場です。それではまずチャレンジャーチームよりコメントを頂戴いたします。後藤選手よろしくお願いいたします。今回タッグリーグを優勝して勝ち取った東京ドームという大舞台でのタッグタイトル挑戦権、このチャンスをものにして俺たちが新日本プロレスのタッグの歴史を動かします。以上です。吉橋選手よろしくお願いいたします。はい、長かったワールドタッグリーグ、俺たち優勝してそれで満足か、全く満足してない。俺と後藤さんで1月4日東京ドーム、必ずベルトをいただきます。ありがとうございました。続きましてチャンピオンチームよりコメントを頂戴します。太一選手よろしくお願いいたします。つみみ、お前何やってんのそこで。仕事です。なんかこれ新日ちゃうこれ。え、違います、会見。あ、そう。はい。しかしまあ、お前ら相変わらずつまんねえな、言ってること。頑張りました、ベルト取ります、そういうとこだぞお前らなあ。相変わらずつまんねえな喋りがな。まあこいつらとは何回もやってきて、その度に俺らのレベルには達してないって言ってきたけど、まあ今回もそうじゃないかなと。
って言いたいところだけど、さすがにお前らも頑張ってそのトロフィーを手にしたんだから、今までのお前らじゃないってことは認めてやるよ。よしよし、お前も最近すげえもんな、頑張ってるもんな。変わったって信じてるよお前が。うん、でもよしよし、お前よくここ入れたなお前。え、ツイッターに公式マークもついてない有名人じゃないやつがよく下の警備員のおっさんに止められなかったなお前。どうやって入ってきたんだよお前な。だんまりか、どこが有名人なんだよお前のよ。誰も知らねえよお前のことなんて。あ、そのトロフィーとこのベルト頑張って取って有名になって公式マークでもつけてもらったらね、まあお前らがそのトロフィーを取ったことも夢の中の出来事だったってことを分からしてやるから。ああ、またぐっすり眠らしてやるからな。続きましてザック・セイバージュニア選手お願いします。 Sorry, I'm Yeah, I'm too hungover today to understand Japanese. Today is a very important dayIt's the day after Boxing Day, so for a British person, the 27th is the least productive day of the year. I should be sat on my sofa, in my underwear, eating mince pies, watching Only Fools and Horses, and instead, I have to be here, unfortunately. But, well, a year ago, the thought of wrestling Yoshihashi at the Tokyo Dome would have been incredibly depressing. But in his defense, he spent the last year raising his level up. So I actually think this tag title match is worthy of the Tokyo Dome. IWGP Tag Champions, Tokyo Sports Best Tag Team versus this year's World Tag League winners. The tag team division in this company has been an afterthought for too long. Me and Taichi have raised the level of these belts higher than they've been in decades, and I'm looking forward to raising them even further at the Tokyo Dome.大変申し訳ないですけれども、クリスマスも終わったボクシングデーの翌日27日ということで、今日は二日酔いということであまり具合が良くないです。そんな中で本当ならば下着姿でテレビでも見ながらゆっくりできるはずだったのに、こんなところにまで呼び出されて本当にうんざりしています。しかしながら、この防衛戦ということで東京ドーム、IWGP のタッグチャンピオンと、そして、ベストタッグチームとの対戦、そして私たちの、タイトルの防衛戦ということで、どれだけこの試合に対して、価値のあるものなのかということを考えると、また目いってしまうのであまり考えないようにはしますけれども、このベルトの価値というものは太一と2人でずっと時間をかけて、上げてきたものであります。このベルトを守る、このことについては何も変わりはありません。ありがとうございました。それでは教員書に署名をいただきます。
ありがとうございました。それでは選手の皆さんは写真撮影に移ります。前にお進みください。以上で IWGP 卓球選手権試合の調印式を終了いたします。選手の皆様ありがとうございました。ありがとうございました。IWGP タッグ選手権試合は1月4日の第6試合です。ぜひご期待ください。さあ続きましては1月4日のセミファイナルになります。 IWGP ジュニアヘビー級選手権試合の調印式を行います。まずはチャレンジャーベストオブザスーパージュニア28優勝高橋博夢選手の登場です。続きまして第91代チャンピオンエル・デスペラード選手の登場です。
それではまずチャレンジャー高橋ひろむ選手よりコメントを頂戴いたします。ひろむ選手よろしくお願いいたします。スーパージュニアを優勝してデスペラードに挑戦表明をした後のバックステージでこう言いました。 IWGP ジュニアヘビー級選手権、この東京ドーム大会のメインイベントにしてくれと。そして翌日の一夜明け会見でセミファイナルだと言われました。もう意地でもジュニアをメインにしたいなと思って提案してやろうかなと。ジュニアとヘビーどっちがメインにふさわしいか投票で決めませんかって一時期あったじゃないですか、投票。あれをここでやりませんか、そう言おうと思いました。でももし仮にその投票をやってジュニアがメインイベントになったところで、なんか気持ちよくないなと思って、会社が今回の東京ドームは IWGP ジュニアヘビー級選手権がメインですと言わせた方が気持ちいいなって、1年間シリーズを通して見たファンが、会社が今回の東京ドームは IWGP ジュニアヘビー級選手権試合だって言わせた方が気持ちいいなって思いました。だからこの1月4日のタイトルマッチはその大事な大事な始まりだ。このセミファイナルはものすごい大事な試合だ。もちろん勝つこと、そして見てるお客さん、選手、会社の人間が心に響くようなすげえ試合を見せた上で俺が勝たなきゃなって、そういうふうに思いました。だからこの試合はジュニアのためにも、ジュニアをさらに上に上げるためにも、いつの日か IWGP ジュニアヘビー級選手権試合が東京ドームのメインに選ばれる、そのためにもものすごい大事な試合であり、そこで俺が勝たなければいけないなって思いました。もちろん俺自身の夢のためにも、今回その相手がエル・デスペラードであることはものすごい楽しみであり嬉しいです。でも勝つのはこの俺だ。IWGP ジュニアヘビー級のベルトは俺がいただく。ヒロム選手ありがとうございました。続きましてチャンピオンエルデスペラード選手、コメントお願いします。あんまり座って喋るのは得意じゃないんでちょっと立たせてもらいますが、ヒロムは凱旋してからこっちずっとメインイベンターだった。俺は凱旋してから、これは全部自分のせいですが、まずイブシ相手にどうしようもないタイトルマッチを戦い、イブシと組んでヤングバックス相手にどうしようもないタイトルマッチを行い、田口相手にライガー相手に串田相手に
見るも無残な負け試合を何遍も繰り返してきた。試合内容ももちろん結果も伴わないどうしようもないやつだ。アマスさえライガーの引退試合にも間に合わなかったんだ。選手としてのクオリティが。あの試合はヒロムとヒロムのライバルドラゴンリーが組んで、ライガーとライガーのライバルだった佐野選手が組んで、そういう試合だった。本当はそこに俺が行かなきゃいけなかったんだ。俺は間に合わなかった。時間がかかった。もう俺は間違いない。去年のスーパージュニアの決勝に向かう最後の試合の後、ヒロムが俺に向かって俺たちの歴史を見せようと。今回その言葉のアンサーみたいになって、なんかこれも不思議な縁だなとは思うけど、新日本ジュニアの未来を見せる、俺自身の未来をつかむためにも、次の 1.4 のタイトルマッチは俺が勝って俺の未来を開く。以上です。デスペラード選手ありがとうございました。それでは調印書に署名をいただきます。ありがとうございました。それでは選手の2人は写真撮影に移ります。前にお進みください。以上で IWGP ジュニアヘビー級選手権試合の調印式を終了とさせていただきます。高橋ヒロム選手、エルデスペラード選手、どうもありがとうございました。ありがとうございました。
さあ続きまして1月4日のメインイベントです。 IWGP 世界ヘビー級選手権試合の調印式を行います。まずはチャレンジャー G1 クライマックス31優勝岡田和親選手の登場です。続きまして第3代チャンピオン高木慎吾選手の登場です。それではまずチャレンジャー岡田和親選手よりコメントを頂戴します。岡田選手よろしくお願いします。岡田和親です。1月4日チャレンジするということで、正直、IWGP 世界ヘビー級チャンピオン対 G1 クライマックスチャンピオンという戦いで、そこまで正規の一戦というわけでもないと思いますし、すごいドリームマッチっていうほど僕と高木さんにも物語はないのかなと思います。でもそんな中でもしっかりと素晴らしい戦いを皆さんにお見せしたいと思ってます。僕やっぱり 1.5 もありますけども、やっぱり新日本プロレスに大事なのは 1.4 だと思ってますし、そのメインイベントをしっかりと戦って、また 1.5 のメインイベントもそちらも進んで勝って次に進んでいきたいなと思います。本当に最近の新日本プロレスは乱入であったりストレスのたまる戦いも多いと思うんですけれども、そこはこのメインイベントがしっかりと新日本プロレスらしい戦いを、50周年を代表する戦いを皆さんにお見せして、新チャンピオン皆さんにその姿をお見せしたいなと思います。岡田選手ありがとうございました。続きましてチャンピオン高木慎吾選手コメントお願いします。俺としてはそう、ね、年内最終戦だった後楽園で言ったように 1.4 は強くてすごい本気の岡田で来てほしいと、何の言い訳もされたくないからね、負けた言い訳を。俺にはもう迷いも不安もないよ、自信しかないよ。今年1年やってきたことを出せば、いつも通りの高木慎吾を貫けば勝てると思ってるから。一つ引っかかるといえば、この前の後楽園でリング上で岡田に言われたけど、高木さん、あなたの背中じゃ新日本の50周年背負えないよ。あえて俺はそこでね言い返さなかったけど、家帰って冷静に考えたけどな、あそこで俺が、いや新日本の50周年記念は俺が背負うんだっていうのも違うと思うし、50周年っていうだけだから選手全員で背負って、その中でチャンピオンがトップにいるっていうことでいいと思うしね。逆に聞くけど、岡田が新日本の50周年記念背負う覚悟はあんのかなって。
時代は令和になって IWGP も世界ヘビーになった。未来に向かって走っていってるのに、岡田は先代のベルトを持ち出しておもちゃ扱いしてる。こんなやつに50周年背負う資格はねえよ。心配するな岡田、俺がやってやるよ。それから 1.5 に対しても言っとこうか。ウィル・オスプレイ、偉そうに待ってるな。まあ、あいつが自作の IWGP 世界ビーを作った時俺もぶち切れたけど、日本に入国したと聞いたら俺も素直に嬉しかったよ。なんかあいつのことは憎めなくてな、心の奥底にはリスペクトがあるのかどうか知らねえけど、うん、ただ感じたのはあいつに対して俺は大事なところでは、大事な試合では全て負けている、うん、俺にとってこの 1.5 も勝たなければ、言ってみたら2021年も終われねえし、オスプレイに勝たなきゃ2022年も始まらない。冷静に見てみたら、こう最高峰のベルトが3本あるって、これはっきり言って新日本がね、迷走してるよ、迷走してる。この迷走を正しい道に、正しい道を作れるのは俺しかいないと思ってるから。 1.4 1.5 岡田、オスプレイ、まとめて俺が叩き潰す。俺の言いたいことは以上です。高木選手ありがとうございました。それでは調印書に署名をいただきます。ありがとうございました。それでは選手のお二人は写真撮影に移ります。前にお進みください。以上で IWGP 世界ヘビー級選手権試合の調印式を終了します。岡田選手、高木選手、どうもありがとうございました。ありがとうございました。この戦いに勝った方が1月5日ウィル・オスプレイ選手との一戦に進みます。ここまでが1月4日の、タイトルマッチ、スペシャルシングルマッチの記者会見調印式です。ここからは東京ドーム2連戦大会2日目のスペシャルシングルマッチ、そしてタイトルマッチの調印式に移ってまいります。
ではここから 1.5 東京ドームの調印式を行います。まずは IWGP ジュニアタッグ選手権試合スリーウェイマッチに出場の選手の皆様にご登場いただきます。チャレンジャーチーム石森大治、エルファンタズモ組の登場です。続きましてチャレンジャーチーム田口龍介ロッキーロメロ組の登場です。なおロッキーロメロ選手は来日後の隔離期間中のため本日は欠席です。So get ready, now you never know what you're gonna do. You're gonna witness the strength of the men of the dusty, right? So no more step, put off your fire! Let's get united.続きまして第68代チャンピオンチームロビーイーグルスタイガーマスク組の登場です。それではまずチャレンジャーチームよりコメントを頂戴いたします。石森選手よろしくお願いいたします。IWGP ジュニアタッグスリーウェイだって言ってんのに、どうせみんな気にしてるのはファンタズモのシューズのことばかりだろな。そこばかり気ぃつけてどうなんだって感じだけど、まあいいや。現王者フライングタイガーズは正直脅威に感じねえ。なんでベルトを持ってるのかが本当不思議なぐらいで、軽やかに飛んでるこのエル・ファンタズモの方がよっぽどフライングタイガーだろなあ。おい、 You are new フライングタイガー。 Yeah, we're the new flying tigers. Look at this, I got the good mask on. まそういうことで、それと田口ロッキー組、田口には個人的にシングルで
2連敗中でシリアスになった田口の怖さっていうのは俺が一番よく知ってるから、そこは気をつけて、うん、ドームのスリーウェイはジュニアタッグのベルトをあるべき場所へ戻す、そう俺たちのところにだ。ファンタズム選手、よろしくお願いします。This is going to be a new flying tiger, and we don't know why this belt is currently on their waist. So for this championship on the three-way, I'm sadly on the losing streak against Taguchi, but I will get win against two of them and getting back the belt once where we belong. はい。はい。ありがとうございます。どういたしまして。Shut up. No having fun at New Japan Pro Wrestling press conferences. Except for us, we can have fun. You see, it's been a long time there's been a good tiger mask in New Japan. And we are the new flying tigers. Flying cutest tigers, that's us. You know,I have spent a very long time to let each and every single one of you people know that I have the very best super kick in the history of New Japan Pro Wrestling. Hell, in the history of professional wrestling, you guys have not seen a better super kick than this right here, Sudden Death.You can zoom in. Please, zoom in. This foot, sudden death. Because at Wrestle Kingdom Night 2, there's not going to be one sudden death. There's not going to be two. There's going to be three and possibly four sudden deaths. And I'm going to save the very best one for last. And that...It's for you, Tiger Mask. You've had a great little comeback story. You know, almost dying, have a career rejuvenation with Robbie, keeping our tag titles warm. But at Wrestle Kingdom, I'm gonna kick you so hard that you have absolutely no choice but to retire. And I'm just showing the world right now, how great do I look in a Tiger Mask?Just food for thought. Thank you. 記者会見なんて一つも楽しくない。楽しいのはこの俺の存在くらいかな。新しいタイガーマスクも似合ってるだろ。俺たちこそが新しいフライングタイガー、いやニューフライングキューテスタイガーだ。長いことかけて俺は人々にこの俺のスーパーキックがどれだけ素晴らしいものかということを知らしめるために戦い続けてきた。みんなもうよくわかってると思うけど、このスーパーキックは新日本プロレスリング史上ならぬ、この日本のプロレス史上最高のキックだ。そしてサドンデスをお見舞いできる最高の技になっている。ズームインしてしっかりとこの俺の足元を取ってほしい。今回のレッスルキングダムではこのサドンデス一つ二つならず三回四回と相手にお見舞いしてやる予定だと。そして最後の一つ特別な一発はタイガーマスクにぶつけてやる。そしてこの最後のサドンデスのキックでタイガーマスクを引退に追い込んでやる。タイガーマスクはこのマスクは俺の方がよっぽど似合ってる。ありがとうございました。続きまして、チャレンジャーチーム、田口選手、コメントをお願いいたします。
はい、いやまあそうですね、記者会見って本当に僕は楽しくて好きなんですけれども、この緊張感が何とも言えない感じがですね非常に好きで、毎回楽しくやらせてもらってますけれども、今回じゃないですね、69代のジュニアシングルのチャンピオンを取ったことでですね、69という数字に、そこからこだわって、やらせていただいてるんでございますけれども、そうですね、チャンピオンが68代ということで、次取ると69代ということで、ここをですね、何が何でも頑張らないといけないということで、これまでやってきましたんで、ここをですね頑張って、取りたいなと思っておりますけれども、こんだけこだわってやってきましたんで、69代取れなかったら、そうですね、引退、ですね、引退も考えないといけないかなと、それぐらいの意気込みで、この試合に臨んでおりますね。はい、今日はロッキー、今いませんけれども、しっかりですね、コミュニケーション取って1月5日、はい、いい結果が出せるように、頑張りたいと思います。頑張ってみたいと思います。はい、皆さん応援よろしくお願いします。ありがとうございました。田口選手ありがとうございました。続きましてチャンピオンチームタイガーマスク選手、コメントお願いします。はい、IWGP ジュニアタッグチャンピオンのタイガーマスクです。しかしこの調印式、実に神聖なる調印式なのにもかかわらず、相変わらずこうおちゃらけた、ふざけた、ね、調印式になるのが本当に僕は嫌なんですけども、それは置いといて、来年新日本プロレスは50周年ということ、あとは寅年ということでですね、その新しい年、50周年に向けた年にこのベルトを持ってドームに上がれるということが何よりも、本当に嬉しく、自分の中で力が湧いてくるというのがまず一つですね。あとこのスリーウェイというのは僕はあまりこう馴染みがないんですけども、とにかくこのベルトを必ず守る、2人には必ず渡さない、絶対に渡さないと、ファンタズモの靴の中で何かが入っているという部分では僕とロビーの中では一つ確証しているものがあるので、必ず勝って、彼のシューズを履いてですね、いつも彼が試合後に放っているキックを逆に僕がリングの上で彼の顔面に放ちたいなと思っています。あともう一人のチャレンジャーの田口ロッキー組は、これは本当にくせ者だと思ってますので、非常に気をつけたいなと思っている。あとはその僕とロビーのいいタッグチームのプレーを見てほしいなと思っております。かなりもう僕とロビーの中ではいいものが出来上がっていると思っていますので、2人で防衛をしてどんどん未来に向かって2人のフライングタイガーズを、全世界に広めていきたいなと思っています。頑張ります。ありがとうございました。続きましてロビー選手お願いします。You see, unlike El Fantasmo, I can understand my tag team partner and where he's coming from without a translation, because we speak on the same wavelength. We think the same. What I need to say is that both teams behind us have, they're viable for this challenge at the tag team championships, because in the best of the Super Juniors, I lost to Ishimori and I lost to Taguchi. So that's why we led to this three-way matchup. That's why we laid the red carpet out for these guys. But people got to remember that when I walked into the Tokyo Dome earlier this year and won the Junior Heavyweight Championship, I was the underdog. When Tiger Mask and I captured these titles together, we were the underdogs. So going against two teams at once seems like the only way we could do this at the Tokyo Dome. The only way that we could solidify ourselves as the IWGP Junior Heavyweight Tag Team Champions. And now everyone's got some underlying issues in this match as well. Ishimori wants to end his losing streak to Taguchi so he can try and accomplish that. And I've heard that Rocky, he
He's a little bit hot and bothered that I might be better friends with Okada now. So if he wants to take that out on me, this is his opportunity. But the one thing that's the little bonus sweet point of this matchup, and we were so close at Korakuen on the 24th, is that not only will the Flying Tigers walk away with these championships yet again, but we're also going to walk away with El Fantasmo's boot and reveal to the world what sudden death is, because I said it once and I'll say it again. It is an absolute fraud. You are a fraud. You don't deserve to wear that mask. You don't deserve to be in New Japan Pro Wrestling. You don't deserve to fight for these championships because you are not honorable. You are not a real pro wrestler. And when it comes to the Tokyo Dome, Wrestle Kingdom 16, January 5th, Flying Tigers, Wari Wari Wa Cuts. エルファンタズモが随分通訳をしてくれっていうようなことを言ってるけれども、俺は通訳なんか必要ない。なぜならば、タイガーマスクと俺は同じことを考え、同じ行動をとって、同じ理解、共通理解があるから。そしてこのタッグ 3way のタッグチャンピオンシップは、俺にとってもすごく大切な試合になっている。ベストオブザスーパージュニア、俺は石森にも田口にも負けている。ここで、自信を持って、レッドカーペットを歩くには、東京ドームでこのしっかりとベルトを勝ち取る、そして、防衛することが大切だ。そして今年の初め、東京ドームでジュニアヘビー級の試合をしたとき、実は俺は皆さんご存知の通りアンダードッグとしての、試合だった。そこで勝った。同じく今回このベルトを取った時にも、みんな俺たちが勝つなんて予想してなかったはず。そこでしっかりと勝ち取ったこの大切なベルト。スリーウェイっていうのは東京ドームならではの試合だと思う。そしてここで勝つことこそが自分たちがタッグチャンピオンであるという、この確固たる価値を築き上げるための大事な一戦になってくると信じている。石森が田口に対しての連敗を止めたい。うん、よくわかる。でもここで一番俺が大切に思っていることは何かといえば、エルファンタズモのフライングタイガーのサドンデスを出しているあのブーツの中身、あれをみんなに知らしめること。そしてあの詐欺師がタイガーマスクをかぶる価値もなければ、あのこのベルトを持つ価値もないということをしっかりと本人にも世界にも知らしめること。これが俺にとっての大事な一つの仕事になっている。ありがとうございました。それでは調印書に署名をいただきます。ありがとうございました。それでは選手の皆さんは写真撮影に移ります。前にお進みください。
上をもちまして IWGP ジュニアタッグ選手権試合の調印式を終了とさせていただきます。選手の皆様どうもありがとうございました。ありがとうございました。続きましては1月5日第4試合です。ネバー無差別級6人タッグ選手権試合の調印式を行います。まずはチャレンジャーチームです。後藤博之、吉橋、陽組の登場です。続きまして第22代チャンピオンチーム、イービル、高橋裕次郎、小組の登場です。まずはチャレンジャーよりコメントをいただきます。後藤選手、よろしくお願いいたします。そのベルトはお前らが持っていていいベルトじゃない。反則しかできないような弱虫野郎が持っていていいベルトじゃないんだよ。取られたものは取り返します。それだけです。ありがとうございます。続きまして吉橋選手、お願いいたします。そうですね、前回のタイトルマッチでは、こいつらにクソみたいな形でベルトを持っていかれたので、次の 1.5 ドームではきっちり俺たちがそのベルトを取り返して、そして前回2桁防衛できなかったから取り返して、今度こそはネバー6人2桁防衛行こうと思います。ありがとうございます。最後に陽選手、お願いいたします。
ダイレクトドライブ用です。ケイオスの一員としてケイオスにずっといる一員としてネバーその泥臭いベルトを先輩方と迎えに行きたいと思います。ありがとうございました。続きましてチャンピオンチームにコメントをお願いいたします。こいつらによ勝つのは当たり前だよ。ケイオスという箱舟を沈没させてやるよ。ありがとうございます。続きまして裕次郎選手お願いします。おい裕次郎橋、お前確かよこのベルトを持ってるときに永遠に防衛するとか大勢の人の前で嘘をついたよな。ああそのことに関してプロレスファンに謝りなさい。それと後藤、おそらくお前が考えているであろう吉橋との合体技の名前意味がわかんねえんだよ。それに関してよプロレスファン、いやプロレス界に謝りなさい。そしてよう、お前のせいでショーはこんなにも変わってしまった。それに関しては感謝してるよ。ありがとうございました。それでは最後に翔選手お願いいたします。ケイオスなんかね、もう誰が来ようが、もうメンバー入れ替えようが、もう前回同様正々堂々戦って真っ向勝負で圧倒的実力者で、はい、勝ちますよ。はい、余裕です。大丈夫です。ありがとうございました。それでは調印書に署名をお願いいたします。ありがとうございました。それでは選手の皆様は写真撮影に移ります。前にお進みください。
上をもちましてネバー無差別級6人タッグ選手権試合の調理式終了としていたします。選手の皆様どうもありがとうございました。ありがとうございました。続きまして 1.5 東京ドーム第5試合です。スペシャルシングルマッチの記者会見を行います。まずはグレート・オーカーン選手の登場です。続きまして真田選手の登場です。それではまずグレート・オーカーン選手よりコメントを頂戴いたします。オーカーン選手よろしくお願いいたします。まずは約1年前東京ドームで我々連合帝国の同盟者は全員が負けた、それを認めよう。そしてこの1年、オスプレイ、エナーレの怪我の離脱、TJP、OG オープンの同盟、だが、コロナにより日本に来れない状況が続いている。この1年、帝国は審査を舐めに舐めまくった。だが、今度の東京ドーム 1.5 に、その負けた3人が揃ってシングルマッチを行う。何の因果か何の運命か知らんが。ヨガ率いる連合帝国が東京ドームで帝国の逆襲を行う。それだけの力を見せつけてきた。逆らう者は皆処刑だ。処刑が行われる前に世に従える者だけついてこい。そしてその処刑相手のコミショウインケ野郎だが、正直に言おう、
最初は物言わぬ踏み台程度に考えていたよ。だがなかなかプロレスは茶目っ気のあることをしてくるじゃないか。世の新しい引き出し、新しい土俵で戦ってやるよ。真田風に宣言しとく。イケメンなプロレスを見せてやれよ。そして世のアイアンクローで便座にこびりつくクソみてえに惨めで哀れで蔑まされるブサイクな面に変えてやるよ真田。ありがとうございました。続きまして真田選手お願いいたします。まず隣の王冠見てください。全く流行りに流されず独自のスタイルを貫き通しているところリスペクトしてます。そんなリスペクトしてる彼のツイッターを先ほどフォローして拝見したんですけども、改めて男前だなと思う記事がたくさんありました。リスペクトしてます。そんな男前にすっごい大変恐縮なんですけども、今日真田からギフトがあります。これを読めばよりいい男になると思います。あと一つ、本当は王冠は敵に回したくない相手です。敵に回したくないぐらいすごい選手になるなと思ってます。なんですごい選手になるなと思いますか。1月5日の対戦相手が俺だからです。真田選手ありがとうございました。それではお二人写真撮影に移ります。前にお進みください。以上でスペシャルシングルマッチの会見を終了とさせていただきます。選手の皆様ありがとうございました。ありがとうございました。続きましてもスペシャルシングルマッチの記者会見を行います。1月5日の第6試合です。まずは
ジェフ・コブ選手の登場です。続きまして内藤哲也選手の登場です。それではジェフコブ選手よりコメントを頂戴いたします。よろしくお願いいたします。オラ内藤さん。 Well, 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 here we are. One year ago to this day, I was up on this stage, but with a different, LIJ member. And now this year,Tetsuya Naito. Good job. Now, Naito, I don't hate you, man. I don't hate you. I'm mad at you that you beat me at Ryogoku, but I don't hate you. Now, I actually like some of your catchphrases, man. You've been telling me since Ryogoku, tranquilo, ne? Tranquilo. Now, I don't know if you know, but I'm from Hawaii. I'm from the islands. We invented...Tranquilo. But the catchphrase that I like the best, Ichiban catchphrase, numero uno catchphrase, is destino. What was that? Destiny, right? Okay. Now, I'm going to keep this short and sweet because on January 5th, I will fulfill my destino.And at the same time, your destino, my destino, to beat Naito at the Tokyo Dome. Final. さて、1年前から今日という日を迎え、一緒にこの記者会見に臨むメンバーが変わった。今日隣にいるのは内藤哲也。一言言っておこう、内藤さん。私はあなたのことを嫌いではない。そして何ならあなたがよく使っているキャッチフレーズ、実はすごく気に入っている。両国以降、俺に向かって何度もトランキーロと声をかけてきた。このキャッチフレーズ、俺の母国であるハワイの人たちが作った言葉だって知ってたかな。この言葉だからこそ俺も大好きだよ。しかし一番好きなキャッチフレーズはデスティーノ。これってデスティニー、運命っていう意味だったよね。まあ手短にしたいと思うのでこの言葉の説明はいいけれども、1月5日、自分は自分のデスティーノ、運命をしっかりと全うするためにリングに上がる。自分の運命、それは東京ドームで内藤哲也お前を倒すことだ。ありがとうございました。続きまして内藤選手コメントをお願いいたします。
まずジェフコブ選手には感謝してますよ。東京ドーム大会に向けて何もテーマのなかった内藤の名前を両国大会で出してくれたこと、そして東京ドーム大会で俺に負けるためにわざわざクリスマスもそして年末年始も日本に残ってくれたこと、ジェフコブには感謝しかない。この感謝の気持ちを持って1月5日東京ドーム大会でジェフコブを倒したいと思います。あと2021年は結果も話題もほとんど何も作ることのできない1年でした。この状態が来年も続くようだと内藤哲也っていてもいなくても変わんない状態じゃんって思われてしまうんでね、そう思われるのは非常に悔しいし、だから来年は今以上に危機感を持ってリングに立ちたいと思います。そんな2022年の目標は2023年1月4日東京ドーム大会のメインイベントに戻ること。そのために何が必要か、ジェフコブには踏み台になってもらいますよ。ジェフさん、俺の踏み台になれて嬉しいでしょ。後でグラシアスって言ってくれよ。ありがとうございました。それでは写真撮影に移ります。お二人は前にお進みください。以上でスペシャルシングルマッチの会見を終了いたします。選手の皆様どうもありがとうございました。次が最後となります。1月5日セミファイナルで行われます IWGP US ヘビー級選手権試合の調印式を行います。まずはチャレンジャー棚橋博史選手の登場です。
続きまして第11代チャンピオン健太選手の登場です。まずはチャレンジャー棚橋選手よりコメントを頂戴いたします。よろしくお願いいたします。改めまして新日本プロレス100年に1人に伝え棚橋博士です、今回 USAB に、挑戦します。まあ、条件付きではありましたが、挑戦を受けてくれた健太選手には感謝します。今回のルールノー DQ マッチ、反則は何でも許されるということなんですけども、反則をしないで正攻法で勝つか、ね、反則に振り切ってでも意地でも戦い抜くかっていうね、戦う前に選択肢があると思うんですけども、一生分の反則をします。はい、これがプラン A です。でプラン B は、長くなるので、簡単に言うと、しっかりベルトを取り戻してね、コロナの状況が良くなった、そして世界中をベルトを持って戦って、こうね、活躍を見せるっていうのが、プラン B に続いていきますので、1月5日全力で勝ちにいきます。以上です。棚橋選手ありがとうございました。続きましてチャンピオン健太選手、よろしくお願いいたします。いや長い、もう今何時、もうめちゃくちゃ待たされました。それでもう飽きてるでしょ、これ見てる人いるのかな、これちょっともう飽きてるでしょ、この人もここ入ってきた時なんかちょっともう飽きてる空気あったし、本当にそう思います。いやHey guys, this is IWGP United States Champion Kenta. I'm gonna win this match. I say many times I deserve this title more than anybody. I have to be IWGP United States Champion for this company. When pandemic is over.I'm gonna have a match in the US, not only US, but also around the world. So I have to be IWGP United States Champion. This is my mission. 皆さんこんにちは。IWGP US チャンピオン、健太です。このベルトを腰に巻くに誰よりもふさわしい男、それが自分だと思っています。パンデミックが終わった後、
世界中をアメリカだけではなく世界中をこのベルトとともに回りたいと思っています。だからこそこの IWGP チャンピオンシップに勝ち、このベルトを防衛し、そしてこのベルトを維持し続けること、それが自分のミッションだと思っています。まあ、それプラスドームではもう最初から日本語で話せよって思いました。ドームはもう本当にこれ完全にこれノー DQ だけど、別にその色物的ななんかそういう感じでもないし、本当に危険な試合になると思うし、棚橋ファンには本当に酷な時間になると思うし、まあバレットファンにとっては最高のハッピーな時間になると思う。もう俺はちょっと自分でも本当にエキサイトしてるし、楽しみにしててほしいなと思ってます。健太選手ありがとうございました。それでは調印書に署名をいただきます。汚い字、汚い字、字は出るよ、そういうの。お前あと最初こっち座っただろ、こっちチャンピオンだからな、挑戦者はそっちだから。分かった、ちゃんと説明聞いとけよ係の人。分かった、返事は。ありがとうございました。それでは写真撮影に移ります。お二人は前にお進みください。以上で IWGP US ヘビー級選手権試合の調印式を終了といたします。選手の皆様ありがとうございました。ありがとうございました。以上をもちましてレッスルキングダム16 in 東京ドーム記者会見を終了いたします。インターネット中継はこちらで終了となります。長い時間最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。報道関係の皆様には本日の内容につきましてはお取り扱いのほど何卒よろしくお願いいたします。本日はお忙しい中本当にありがとうございました。